な、うん、ね、よし、でクレセ乗るなら、こっち側ですよね。来ました。広島でもなく呉でもなく、結局ね、ここ広にやってきました。なんで広で降りたかっていうと、もともともないです。ちょっとトイレ借りたいなっていうのが一番にあって、でまあ広からやったら電車の本数一気に増えますからね。なんだろう、秋亀山行くやつがあったんだ。ですけどね、朝一だけこんなんあるんやね。朝5時か、さすがによう来れんな、なんですけど、まあ昼まで来とけばね、こんな感じで、今8時台、まあなんとでもなりますし、電車の本数も増えますからね。そう、こっち側はねこんな感じなんでちょっと厳しいですけど、ってことで、トイレも借りがてな、ついでにね、広駅、そう、よくよく考えてみたら、うちって、坂駅と呉駅と言っとるんで、実は広駅行っとくと、一文字のね、駅になんやかんやと言って、結構寄れとって、まあ別になんかシリーズでね、なんかその、一文字駅降りる縛りとか別にやってるわけではないですけど、せっかくなんでね。一応これでクレセンの一文字っていうか、下手すりゃ広島の一文字の駅は全部行ったんじゃない。ヒーロー、クーレー、まあサッカー、なんかあの分かりやすく、あの手っ取り早い名前ですよね。矢野、サッカー、クーレー、ヒーロー、あとあと何やったっけ、とかね、吉野、まあ、吉田さんは文字あるか、まだ、ね、なんかあのひらがな2文字の駅が多いですよね、うん、面白いですよねそれも。うーん、で、せっかくなんで、広からね、まあここから新広とか秋葉原ぐらいだとちょっと歩いてもいいかもしれませんしね。あとあのこっから呉の方やったらバリバリバスも走ってるみたいなんで、何かしら移動できそうなんで、ちょっとそんな感じで行こうと思います。結構流通地めちゃくちゃ広いのね。で、目の前にとかとかまた工場があったりとかしてね、こんな感じなんですね。ちょっと駅前を回ってもいいかもしれないし、あんまり工場街だから散歩するには向いてなさそうかもしれません。あと曇ってきたし、ちょうど歩きやすいなと思ったら、逆にもう雨がちょっと当たってきちゃってるみたいなんで、そのあたりもね、あれですし。あと、秋亀山に行くって言ってもね、やっぱ普通にいてもつまらないですからね。で、こっち来たらね、やっぱしね、ちょっといろいろと言いたいところもありますからね。よし。まあ、とりあえず、呉目指して歩く、呉まで完全に歩くのは無理。道中ちょっと山貫かないといけませんからね、バスならワンちゃんかなって感じなんで、よし、とりあえず、あ、トイレ借りよう。あれか、普通に通勤時間帯って通勤時間帯なのか。そう、世の中的にはもう黒日になってるんですよね。今回車業界、あれも車業界でもこの辺り松田があるから、松田ってどうなんだろう。あの変なカレンダー、変なカレンダーって言ったらダメなんだ、トヨタさんに、買い物券できなくなりますからね。まあいいか、ここはトヨタの上だしいいかって言った
ダメか見てる人ほとんどトヨタの人なんだよねうち、うん、あでもホンダもそうだしどうなんでしょうね、うん、マツダってあの独特なグローバルカレンダーってやってたりするんですかね。そうすると休みの人も多いでしょうしね。でもまあ結構もう普通に仕事やってますって感じ、平日感ありません。でちょっと通勤ラッシュにねかかってきそうですから、ちょっとそこ避けるのもね、意味合いも兼ねてちょっと駅前をぶらりと。北側なんですね昼は。へえ。めっちゃ逆か。左書きでなんで貼ったんやろね、うん、中秋坊何かなと思った。借り主様売り主様募集と気になるな。えらい、えらい斜めなローソンやし、ね、結構気になること多いな。でこの山ズトンと越えたところがあれですね、なんだったっけ、クレか。資料はこんな感じなんですね。あ向こうに行ったら人とかあるから向こうの方のあれかな。あでも駅前散歩とか、まあ新広とか、あと並べで壁じゃない、壁はこの後行く方や。空き家だか、あっちの方とかもそなんか歩いて行けん距離じゃなさそうやし、まあ次大食いさんとか多いですわね。では、あれに変えよう。一応広角のやつでね。ああ言うて結構手疲れてくるなこれ。ずっと思ってちょっとやってますからね。やっぱ長時間持つってなると。管理官の方のがね、握ってね、持てますからね。私悪い癖で、あのガチガチに握る癖があるんで、管理官も。めっちゃあのよくカチ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 変な音するのは、そうですね。もうだいぶ朝です。8時回ってますもんね、もう。あ、電車で来た。呉市街とかはこのまま突っ切ってね行けるみたいです。もうなんかまっすぐ歩いとったらすぐ駅があるみたいなんで、こんな感じで、まあ今どこ、これが大久保アリーナ入り口、広新広駅、まあでももうここまで来てるもんな。うん、まあまあいい距離で。あとったらバス来ちゃいそうか。これあでも呉駅前行くんや。まあ8時27分。あまあ10分ぐらいで来るのか。あでもそれやったらまあとりあえず駅間散歩にしちゃった方がいいか。とは反対側がになるような感じになってんだね。駅から港に向けての方、海側の方がに町があるんかなと思ってたら逆なんですね。
あでもそっか、駅もう南側すぐにでかい工場がなんかドカドカとあったんで、 JFE とかそのまま港まで多分工場なんで、逆に町はこっち側にできるって感じなんでしょうね。まあ言われてみたら四日市も JR で見たらね、 JR の線から港側の方にね、まあまあちょっと住宅とかはありますけど、広いんでね四日市は。もう確かに住宅地側、市街地は反対側の方にできてってますもんね。ここは赤郵便局なんよ。おほほー、ボイクあるから集配やってんの。オレンジ色だったら特定局なんですけどね。ん？普通特定局か。珍しいパターン。あ、でもそっか、最近あそこからできたところだとできてきてるもんな、そういうの。あれもややこしいんすよね。その一概に特定局って呼んでるんですけど、要は周波やってないところをまとめて特定局って呼んでるんですけど、もともとの本来の意味の特定局は、いわゆる特定局局長会が、管理してるところを特定局って呼んでたんですけど、なんか別にその特定局局長会のに所属してないところの小さい郵便局もまとめて特定局ってなんかひっくるめるような傾向があって、ただそのいわゆるその元々の本来の特定局の方は、いわゆる今でもその明治時代に作られたその特定局の特権が有効なんで、なんかそれを分けるのにオレンジ色の郵便局が確かその特定局郵便局 局長会の、に、関するところでとかっていうような。話、噂を聞いたことあるんですけど、本当かどうかわからないです、これに関しては。